名域鉄道でも400系電車。名域鉄道でも400系電車。名義鉄道でも400型電車は、現、名古屋鉄道、名鉄の前身事業者の一つである旧、名古屋鉄道が導入した1500系電車のうち、1511から1517の7両について、旧、名古屋鉄道の後ろ身である名域鉄道当時の1935年、昭和5年に実施された、 形式称号改定に際して付与された形式区分である。デボ400型に区分された8両は、旧名古屋鉄道発の申請車両として1923年、大正12年に製造された二軸ボギー構造を採用した木造車体の電車、制御電動車で、旧名古屋鉄道の前身事業者である。 名古屋電気鉄道当時に落成した1500系1501から1510、後の名記デボ300系、デボ350系と同様に、軍部線と通称される鉄道線区間に導入された。本校では、デボ400型となった1500系1510から1517と同時に落成したものの、形式称号付与に際して、使用の相違から、 別形式に区分された1500系1518を由来とするデボ450系電車についても合わせて、術する。1500系1501から1510に次ぐ、造備車として、1923年、大正12年8月に5 1 1から1518の8両が、名古屋電車製作所において申請された。木造20屋根。 ダブルルーフ構造の車体は1501から1510と同様であるが、両端9、名古屋鉄道が、美の電気軌道との合併を期に1930年、昭和5年9月に社名を、明域鉄道と改称した後に実施された、形式称号改定に際しては、1511から1517は、デボ 400K401 から407と、形式称号及び、 記号番号を改め、車体外観、主要機器は同一ながら、車内の仕様が異なった1518のみ、デボ 450K451 と別形式に区分された。後にデボ450型は、デボ400型へ統合され、さらに現、名古屋鉄道、名鉄成立後には全車とも電装解除による制御車化改造を実施して、国1260型と、 形式称号を改め、1965年、昭和40年まで運用された。全長14メートル級の屋根部をダブルルーフ構造とした木造車体を備える。運転台を前後つま面に設けた両運転台構造とし、つま面は大きな円弧を描く。丸つま形状で3枚の前面窓を均等配置し、つま面裾部には連結器取り付け座を兼ねた。 大枠橋梁が露出する。側面には3箇所の客用扉を設けたが、中央部の扉が、片開け構造の引き扉であるのに対し、両端部の扉を、両階構造の引き扉とした点が特徴である。両端扉の戸袋に相当する位置の窓は、省略され、各客用扉間には5枚の側面窓を配置。側面窓配置は、D5T5D、D、客用扉である。なお、 1518のみは、貸切列車としての用途を考慮して、車内の設計を一部変更し、車内客室スペースが仕切り壁によって3区画に区分されており、嫁入り列車の異名で故障されたという。主要機器は前日の通りイングリッシュエレクトリック製のものに変更され、制御装置は同社の前身事業者の一つであるが開発したデッカーシステムと、 通称される電動化無軸式自動化制御機を採用した。主電動機は同じく EE 製の定格出力 90PS の直流直巻電動機を1両あたり二機搭載した。制動装置については先行導入された1501から1510と同様に、ゼネラルエレクトリック製の GE 非常直通ブレーキを採用する。代車はボールドウィンロコモティブワークス製の 傾向組み立て釣り利い良識大車である、ボールドウィン A 型に変更された。導入後は、軍部線と総称される、各路線において運用され、名域鉄道成立後に実施された、形式称号改定に際しては、1511から1517はデボ400 K から、デボ 400K401 から407、デボ405は、初代と、1518は、 デボ 450K451 と、それぞれ新たな形式称号を呼び、記号番号が付与された。後年、両階構造であった両端部の客用扉を、中央部の客用扉と同じく片開け構造に、改め、同時に車短足の飛ぶクロブであった部分へ、乗務員用の小窓を新設し、側面窓配置は 1D5D5D1 D D D と変化した。またデボ初代は、 火災により、車体を消失、1928年、昭和3年にデボ650型と同型の木造車体を申請し、復旧後はデボ650系666と、形式称号及び記号番号を改めて同形式へ編入された。また、 同時にデボ450系451をデボ405、2台と記号番号を改めてデボ400型へ編入し、空番を解消した。明記鉄道と愛知電気鉄道の対等合併による、現、名古屋鉄道、名鉄成立後の1941年、昭和16年2月に実施された、形式称号改定に際しては、デボ400型はも400系。 初代401から407と、車両番号はそのままに、形式称号のみを改めた。1948年、昭和23年5月に、河川電圧が600ボルト規格であった旧、名古屋鉄道、名機鉄道に由来する、西武線に属する各路線のうち、現在の犬山線、津島線及び、 名古屋本線の一部に相当する区間の家電圧1500ボルト小圧が実施された。河川電圧600ボルト仕様の制御電動車で、あったも400系、初代は1948年、昭和23年7月に、全車とも電装解除が実施され、形式称号及び、記号番号を送る2260系2261から2267と改めた。 同時期には区2263が火災により、車体を消失し、木造車体を申請して復旧されたが、復旧に際しては、屋根部構造が、原型のダブルルーフか、シングルルーフ、丸屋根へ改められた。区2260型は、河川電圧600ボルト規格のまま損置された、四線区用の制御車として運用され、1961年、 昭和36年7月時点においては、小牧線、広見線に空2261、区2264の4両、高見ヶ原線に空2265、瀬戸線に空2266、竹花線に空2267がそれぞれ分散配置された。その後、空2266が1962年。 昭和37年8月に廃車となったことを川切に淘汰が開始された。前日した火災復旧者である区2263は1964年昭和39年に伊備線へ転属したが、瀬戸線所属の区2261区2264と同時に翌1965年昭和40年5月に廃車となり、 名古屋鉄道1511-1518として導入された車両群は全敗となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。